午後、アインは静粛者部隊を率いて鉱山を後にし、任務に戻った。アインルートを進めていきます。アインはアドソンを残し、私を地下通路から皇帝の別荘に送り返すよう指示していった。まあ本来この皇帝の別荘にいなくちゃいけないからね。都には排水施設や地下通路が数多くあり、どれも隠し通路として利用できるとアインが教えてくれた。静粛者部隊の統率者である彼はその構造を知り尽くしているらしい。いやでもこうやって出入り口がいっぱいあるっていうのは、まあ安全性を高めているようでリスクも高めていると思うけどね。私もアインの協力者である以上、その構造を把握しておく必要がある。アインの彼女としてね。彼女になりましたから。ラット警部から別荘に戻る道のりは長い。ラット警部は先ほどの市場というか集落というかね、その名前です。地下では馬に乗ることもできないし、曲がりくねった複雑な通路を進むのも一苦労だ。その上ところどころ張って進むしかないような狭い通路が現れる。アドソンは私に構わずどんどん先へ進んでいる。私はとにかく必死に彼を追いかけた。アドソンを追いかける展開。泣き言は言えない。ラットケーブを出た瞬間から私は守られる対象ではなく彼らの仲間になったのだから。アインと、まあ、彼氏彼女の関係になったと思ったら今度はアドソンを追いかける展開。ロカとただでさえ不倫をしているにもかかわらず不倫アプリ。ようやく地下通路を抜けて別荘へ這い上がると、出発してからまだ30分程度しか経っていないことに驚いた。今朝馬に乗って向かった時はもっと時間がかかったはずだ。それだけ雪道を進むのは難しいっていうことなのか、それともアドソンとの時間っていうのが楽しくって、楽しい時間はあっという間に過ぎての30分だったのか。まあ多分違うね。なるほどと私は納得する。アインの最大の切り札は静粛者部隊ではなく、このラットケーブを中心とする地下通路だ。彼がその気になれば最短の時間で都のあらゆる拠点へ駆けつけられる。これ誰が作ったんだろうね、地下通路。別荘へ戻った私は屋根裏で着替えてから少し休むことにした。とはいえ頭の中には常にアインのことがある。彼はいつ帰ってくるのだろう。窓辺に寄りかかって外を眺めながら今日のことも思い返す。濃い一日だったよね。日が暮れる頃、下の階から聞き慣れた足音が響いてきた。アインだ。足音でわかるの？私はすぐに飛び上がって扉を開ける。そのままかけていこうとしてふと気づき、足音を潜めた。階段を降りていくと、アインと一緒に一人の女性が話しているのが見えた。何、女連れ？浮気か？どこかで見たことがある人だ。確かこの前私の手を治してくれた魔術師だ。まさかの恩がある人。アイン殿下、昨日は多くの手柄を立てられたと伺いました。高級に乗り込んだ裏切り者の魔術師を全員粛清し、皇帝陛下をお守りしたとか。魔術師も一枚岩ではないっていう話だったよね。女性の魔術師は落ち着いた物腰で話しているけれど、その口調には何か不穏な含みが感じられた。アインも同じものを感じているのか、警戒の表情を浮かべ無言のまま彼女から一歩下がる。あ、そう、他の女に近づかないで。裏切り者の魔術師たちは命を落としたのでしょ。実はその中に私の弟がおりました。残念なことです。あ、それってあの凶悪な顔をして襲ってきたやつじゃないの、あの彼。ですからお分かりでしょ。無情にも弟の命を奪われた私は同じように皇帝の弟を殺して敵を討ちます。それやっちゃったの私かもしれません。いやでも襲ってきたのは向こうだからね。怒りもあらわにそう言い捨てると女性魔術師は網のような魔術を放った。だがアインは魔術師との戦いに慣れているようで、冷静に身を翻して魔術をかわす。高く飛び上がり素早く魔術師に接近して、即座に振り下ろした刃であっという間になぎ倒してしまった。一部の無駄もない動きだ。地面に伏せピクリとも動かなくなった相手にアインの剣が突き立てられる。私の出番もなく。
復讐の相手を間違えたな。僕とお前の憎しみの対象は同じ奴だったのに。これ皇帝ロカのことね。まあでもその復讐の相手という点ではやってしまったのおそらく私ですからね。そういった意味でも矛先間違えちゃったね。もう二重の間違いがあった。アインの声には隠しきれない疲労感が漂っていた。そんな彼に歩み寄ろうとした途端、庭の物陰から人影が現れたのが見えた。兵士の格好をした刺客だ。相手はゆっくり足音も立てずにアインへ忍び寄る。これは衝動的な復讐じゃない、仕組まれた奇襲だ。じゃあさっきのはおとりだったってこと、あの魔術師。まあかわいそうだったけどね。そういう点ではお前と一緒に戦うのも悪くないな。いや魔術師側も高級側、皇族側とそうじゃない側がいるからね。この亀裂の入り方も複雑になってきたよね。幸い厳しい戦闘にはならずに済んだ。襲撃者は一階の兵士に過ぎず、戦闘技術も大したことはなかった。なので動画的にはカットですまあ関係なくカットしてるけどね。アインが部下に探らせてきた情報によると、先日の事件で命を落とした裏切り者の魔術師は襲撃してきた女性魔術師と兵士たちの家族だったらしい。それ以上は何も出てこなかった。おそらく復讐のためだけの奇襲だ。こんな痛みがこの地ではどれほど繰り返されてきたのだろう。裏切り者の方が悪く映っているけれども、まあ実際その皇族の、まあ今の皇帝ロカ体制の政治に対して悪く思っている層っていうのも結構いるわけなんだよね。高級の周りばっか魔術の力で温かくして、それ以外は氷河期みたいな状態、まあ氷潮ほったらかしにしてるわけじゃないんだけれども、まあその氷潮に対抗するために、今は準備を整えるために、まあそうしているっていう背景はきっとあるんだろうけれども、まあそこまでの真意というかね、それはまあ市民にはまだまだ伝わりきらないところもあってっていうね。まあでもその裏切り者の魔術師のやり方も結構過激派なところがあったからね、因果応報なところもあったのかなっていう気もするけどね。ここでは氷潮の災いだけではなく、その災いがもたらした憎しみと恨みまでもが人々の心を苦しめている。アインはひたすらに無表情だった。その姿に私は不安を抱く。他にも協力者がいないか、もっと調べないの？あ、そして今更ながらヒロインに飲んだ翼と名付けて今日もプレイをしていきます。アインは首を振った。今の帝国には多くの怨恨がはびこっている。下手に深掘りすれば別の怨恨を掘り当ててしまうかもしれない。そんな危険を犯す必要はない。うん、まあ来たクレームにだけ対処するっていうことだよね。わざわざこっちからクレーマー気質の人に声をかける必要性はないよね。この終わりのない憎しみを断つにはロカを倒して国を再建するほかない。僕はそう考えている。いやでもロカとしてはこの国がどうのというより、そもそもこのイエセイ大陸自体の崩壊がっていうところに目が向いているから、まあだからこのロカを倒してアインが皇帝になったところで目指すべき道っていうのは、わっ、この大陸自体をどうにかしなくちゃいけないんだっていうところに行き着くんじゃないのかな。そして馬車に乗って、あ、高級に戻ってきた描写かな。高級に戻るとアインは私を寝室まで送り、その足で今日の報告をしにロカの元へ向かった。いろいろあったね。アインはかなり急いでいたようで、別れ際に何も言わなかった。女性魔術師の一件で気が立っているのかもしれない。彼の後ろ姿を見ていると追いかけたくてたまらなくなる。アドソン以外もやっぱり追いかけないとねアドソン以外というかね、彼氏のこと。でも私にはそれができない。まあ立場上は王妃という立場だからね、ロカの奥様という状態、まあそれも降臨の儀式の生贄の対象っていうところだからね、人質みたいな状態ではあるんだけど。その後アインは戻ってこなかった。すっかり夜に。窓から光のない夜空を眺めているうちに、彼はあそこにいるのではないかと思いついた。噴水かな。彼は機嫌が悪い時いつも決まった場所に足を運ぶ。あの噴水のある庭に。機嫌が悪い時近寄るのちょっと怖いけどね。まあでもそういう時こそ彼女の存在が重要か。
私はこっそり寝室を抜け出した。ペンダントさえあればうまく抜け出せるかな。綺麗な衣服を身につけた小さな王子がたった一人で噴水の縁に座っている。彼はまた例の剣を手にしていた。表情は穏やかでどこか懐かしむようにも見えた。あ、思ったよりは機嫌良さそう。まあでも穏やかな気持ちになるためにここにいるんだもんね。不意に頭を上げた彼の目が木の下に立つ私を見つける。まるで心が通じているかのようだった。アインはわざとらしく眉を持ち上げてみせた。こんな時間にどうした？夜の庭に何の用だ？いや、彼氏に会いに来たんでしょうよ。この言い方はわざとだ。私が彼に会いに来たことくらい分かっているくせに試すような言い方をする。これも試験かな？そっちがその気なら私にだって考えがある。私はわざと戸惑うような表情を作った。あれ？どうしてこんなところに来ちゃったんだろう。早く帰らないと。見張りの人たちも夜は出歩くなって言ってたもんね。キビスを返して戻ろうとした途端、アインが私の名前を呼んだ。アイン、私に部屋に戻ってほしいの？それともここにいてほしいの？ちゃんと教えて。わかりやすく教えて。私は小首をかしげて微笑みながら彼を振り返った。彼の肩から力が抜ける。降参の合図だ。いや、彼から降参が見られるとはっていうね。剣を交えた時はこっちが降参だったからね。いつの間にか立場逆転。ここにいてほしい。素直になったな。私は上機嫌で彼の元へ駆け寄ると隣に腰を下ろした。私が彼の手にしている剣に目をやると気づいたアインはそれを差し出す。慎重に受け取り、私は彼の剣を眺める。美しい宝石が飾られていた。とても大切に手入れされていることが一目でわかる。今度は剣先じゃなくてちゃんとつか持ってるよね。この剣は伝承の剣という、皇族の子孫が代々受け継いできた宝剣だ。初めてこれを使って戦ったのは僕の母上フィエナだった。この強い女性として描かれているフィエナ皇后が目指すべき女性像っていう感じにアインルートではなっていきそう。アインが自分からフィエナ皇后の話をしてくれたのは初めてだ。僕の父上は皇太子で、当時の母上はしがない伯爵令嬢だった。貴族が集まる舞踏会では皇族の規則によって母上は一番隅にしか立てなかった。父上を遠くから眺めることしかできない距離だ。ああ、貴族だったけど身分の差は結構あったわけね。そう言ってからアインは眉根を寄せた。いや、違う。母上は貴族の舞踏会なんかに興味すらなかったはずだ。父上に出会うはずもなかった。うん、このフィエナ皇后だけはその貴族の立場にあぐらをかかずにっていう存在だったんだよね。そう前置きしてアインは彼の両親のことを教えてくれた。二人が出会ったのはとある事件がきっかけだったそうだ。その日アインの父は従者を連れて鹿狩りをしていた。だがその最中に従者たちとはぐれ、気がつけばそばには二人しか護衛がいなかった。その隙をつくかのように林の中から白いマントをまとった男が飛び出してきた。二人いた護衛をあっさり倒すと、男の剣は皇太子であるアインの父へと向けられた。アインの父はまともな武装もしておらず、なすすべもなかった。小さな人影が現れたのはその時だ。皇太子の腰に掲げられていた剣を抜き、乱入者は白衣の刺客に挑みかかった。これがフィエナ皇后ってことかな。母上が言うには、その時襲ってきた相手は彼女の人生の中で最も強い相手だったらしい。なんかこのシルエット、妖剣っぽいというかね、白銀の騎士なのかなっていう感じするよね。後々明らかにっていう展開かな。相手の剣術は巧みだった。母上が本気でかかってもわずかな時間を稼ぐくらいしかできなかったそうだ。うん、剣術の章、まあね、かなり読み切ってっていうね存在だけれども、実戦経験は差があったのかな。幸い狩場は狭くて
すぐにはぐれた従者や他の貴族たちが駆けつけた。状況が不利になったと知ると襲撃者は去っていった。あ、実力差はあったけれども、まあ数で勝負できたってことね。おかしなことに、こちらには大勢の人間がいたのに、逃げた襲撃者を誰も見つけることができなかった。情報を得ようにも手がかりすら出てこなかった。それくらい力の差があるっていうことだよね、個々人だと。結局襲撃者は捕まえられなかったが、乱入者、つまり母上のおかげで皇太子襲撃は未遂に終わった。護衛の立場ですらなかったんだもんね。フィエナは最初、皇太子など眼中になかったらしい。襲撃者を前に剣を抜くことさえできなかった男など無能すぎるからと毒舌。皇太子は顔を赤く染めながら、皇族の宝剣は軽い上にあまりに薄いから装飾用だと思っていたと彼女に告げた。それを聞いたフィエナは鼻で笑った。これほど鋭く素晴らしい剣を装飾用だなんて、価値を知らない人間が手にするとはもったいない、そう言い放った。まあそれだけ、まあ綺麗に磨かれていたっていうことなんだろうね。なんか猫に小判みたいな感じになっちゃったと。ロマンスが始まるとは思えない出会いだね。でも命の恩人だからね。そうだな。でも父上は僕と違って女性を喜ばせるのがうまかったみたいだ。いや、アインだって、まあでもアインはちょっと不器用なところあるもんね。父上は貴族たちの反対を押し切り、その場で伝承の剣を母上に送った。宝剣はその価値を存分に発揮できる人が持っているべきだと言ってな。ああ、なんか女性の扱いというより柔軟な方だったんだね。そして母上が死んで、この剣だけが残された。だけど僕はこの剣を母上から直接受け継いだわけじゃない。まだ誰も僕をこの剣の主と認めてくれてはいないんだ。彼の言葉にはかすかな悲しみが滲んでいた。アインの気持ちは少しわかる。うまく描けた絵を大事な人に見てほしいと思うことがある。その人が世界のどこにもいないとしても、自分のことを大事な人にこそ認めてほしいから。僕は最後までお前と歩むつもりだ。その決意に揺らぎはない。何があろうともだから、どうか誓ってほしい。最後の決戦まで僕から離れないと。いや、できればこの決戦が起こらないことを祈っているんだけどね。私はきちんと考えてから彼に向き直って微笑みを浮かべる。まあでもこのヒロイン、飲んだ翼ちゃんとしてはそこまで視野を広げてる感じではないかな。まあ当事者だしね。私から離れられないのはあなたの方だよ。釘付けになってるもんね。ペンダントにハンカチ、それとこの宝剣。アイン、よく考えて。これまでどれだけあなたは私に証をくれたと思ってるの？アインはハッとしたように目を見開いた。その瞳に徐々に明るい光が灯る。彼は額に手を当てると困ったように苦笑した。お前の言う通りだな。どうしてこんなに。だいぶ貢がれてます。今夜の月明かりは柔らかくって、全てをぼんやりと照らし出す。描く輪郭は曖昧で、見つめ合う私とアインの横顔さえぼやけてしまいそうだった。夜が明けた。朝の光が窓から差し込んできた頃、外から聞こえてきた声に寝ぼけながら私は目を開いた。声は部屋の外から聞こえてくる。耳を澄ますと、殿下、おやめください。殿下ってアインのことだよね。殿下、あなた様のようなお方がこんな、このようなことをしてはなりません。ちょっとこれ言葉選ばずに言うと、エッチなことになってます。やめて、そういういかがわしいこと。不倫アプリっていう風に言われているというか、俺がそう捉えているこの時空の痛み人、さらなる泥沼か。私はベッドから飛び起きた。彼氏が浮気。アインは何をしているの。私が扉から勢いよく飛び出すと、
椅子に座ったアインが糸と針を手に持っていた。彼の膝にはロカが用意してくれたドレスが見える。殿下、これは使用人である私どもの仕事です。恐れ多くも殿下にそのようなことをさせるわけには。この侍女が怒られちゃうよね。自分の早とちりが恥ずかしくなる。これは俺も申し訳ない。エッチな展開かなって言っちゃったもんね。私は扉に寄りかかり、アインの器用な手先を興味深く眺めていた。最後の一針が終わり、私は称賛の意を込めて手を叩く。その器用な両手はいくらで手に入るの？私も欲しいな。俺も手先不器用だから羨ましい。今私に気づいたのか、それほど集中していたのだろう。アインは驚いたように顔を上げ、淡々と答える。ただの裁縫だ。難しいことじゃない。いや、それが難しいのよ。そうは言うが、アインの手芸の腕前は確かだった。華やかで重苦しかったドレスが動きやすく改良されている。私が普段着慣れている服の感覚に近い。部屋に戻り、早速ドレスに着替えると、部屋を歩き回ってみる。ものすごく動きやすいし、体まで軽くなった気がした。久しぶりに服を着て思いのまま動ける感覚。その感覚には嬉しくなり、一人くるくると回っていた。部屋に入ってきたアインにその姿を見られてしまうまで。あ、恥ずかしいやつ。私が手を伸ばすと、アインはその手を握り、私の体を引き寄せた。どうだ、気に入ってくれるだろうと思っていた。いや、尽くしてくれるね。気づけば僕はお前に自由でいてほしい。生贄の身だからね、今は。たとえ僕のそばにいなくとも、お前にはもっと早く、そしてお前の行きたい場所に走っていってほしい。今や人質の身。ええ、とても気に入ったわ。それにしても、まさか王子がこんなことまでできるなんて思わなかったな。お前の想像する王子とは一体何ができるんだ？ロカは僕を罪人の群れに放り込んだ。泥棒にチンピラ、裏社会の人間。僕は奴らから学んだんだ。いや、でも結果としてフィエナ皇后と同様、守られるだけの貴族にはならないというかね。なんかそうするようにフィエナ皇后からロカに対して言われていたとか、そういう背景ありそうじゃない？私はアインの頬を手で触れた。同情はするな。なんてことはない。全部過ぎたことだ。それに最近は悪夢を見ることも少なくなった。5年前は毎晩のように血に染まった宮殿が夢に出てきたものだ。ああ、でもそれがもう過去のものになりつつあると、それはなんか自分が進歩したというか進化した証かな？その悪夢ももう終わるよ。もう終わる。根拠があるわけじゃない。ただ流れる時間がその結末を手繰り寄せてくれる。結果がどうなろうと、私はもう何も恐れない。アインも私も、今この瞬間の安らぎを大事にするべきだ。私を見つめたアインが着替えた際に乱れた髪を整えてくれた。ああ、そうだな。悪夢はいずれ終わる。夢はいつか覚めるってやつね。朝食の時間、共にテーブルについていたロカがふと私の異変に気がついた。興味深そうにまじまじと見つめた後に口を開く。今日はいつもと違う格好なんだな。あ、細かい違いに気づいてくれる？ドレスは裾が短い方が好きなんです。ロカは曖昧な返事をしてうなずき、それ以上は何も言わなかった。その後、私とアインはいつも通り皇帝の別荘から出かけて行く。ロカは何を思ったんだろうね。アインがやったのかって思ったけど言わなかったのかな。その間だったのかな。今日は都の地下水道の全体図を渡され、アドソンが私を一通り案内してくれることになった。午前の時間を私は地下水道で過ごした。別荘に戻ったら30分は髪を洗った方がいいだろう。
全身の汚れや匂いを思うと多少憂鬱だったけれど、我慢して分岐や隠し通路、出口の位置を記憶していく。これはアインからの最大の信頼の証。地下通路の秘密を包み隠さず教えてくれたのは、彼の最大の切り札を私に共有してくれたということだ。それがどんな言葉よりも私を心強くさせた。フィエナ皇后に近づいていくね。考え事をしていたら誰かにぶつかってしまった。アドソン？頭を上げると目の前に立っていたのはフィオナさんだった。これ紛らわしいんだけど、フィエナ皇后じゃなくてフィオナさんは普通のまあ市民というかね、奥様。彼女はニコニコしながら私を見つめている。お頭ったら女の子の扱いがなっていないわね。もう顔まで埃まみれじゃない。あ、でもこういう存在大事。なんかパートの先輩みたいな。フィオナさんはハンカチを取り出し、私の顔についた汚れを優しく拭き取ってくれた。ああよかった、ちょっと拭いたらすぐに綺麗になったわ。なんか自分の分まで不満とかぶちまけてくれるようなタイプだよねきっと。それからフィオナさんは洞窟内に置かれたいくつかの瓶を指さす。あれはね、私が隠しておいたシロップとチョコレートソースなの。今度のお頭の誕生日、これを使ってお祝いしようと思って。あなたも一緒にどう？アップルパイお好きですよ。伝えておかないとね、アインが好きなもの。え、アインの誕生日もうすぐなんですか？ええ、あさってよ。だから今みんなでリハーサルをやっているの。めっちゃ直近。フィオナさんに連れられてラットケイブまでやってくると、あちこちで楽しそうな声が上がっていた。住民の皆がアインの誕生日のリハーサルを行っている最中なのだ。調理を担当するノアはソースの準備中らしく、キュウリとパセリを細かく刻み、レモンや卵黄、ヨーグルトと混ぜ合わせている。すぐ横にはバルサミコ酢と卵黄のソースをつけた羊肉が用意されていた。バルサミコ酢好きだね。ノアは、まあ、料理人っていう感じなのかな。まあ、右腕だけの方なんだけれども、それでもなんか手際よくやってくれてるんだね。これは私の故郷の収穫祭で食べられる定番料理でしてね。羊のランプ肉を特製のソースにじっくり漬け込んで作るんです。今はリハーサルですから本番と違ってひいた肉を使っていますがね。このノアの料理技術がジャーニーの胃袋を掴んでいるっていうね。私はチョコレートチーズキッシュを作ろうと思っているの。これから試作するからあなたも味見してちょうだい。繊細な甘さのお菓子だもの。ここにいる無粋な連中の舌じゃ参考にならないわ。いやでも飲んだ翼ちゃんもね、この名前のごとく酒のつまみになるもの以外は、まあでもチーズ系だったらワインと合いそうかな。みな声を上げては私とアドソンを試食係に招く。あ、でも食の好みはアドソンとは違いそうだね。アインへのサプライズを最高の形にするために彼の口に合う料理を用意しようとしているんだ。私はアドソンを見て笑った。アドソンは笑ってくれてる？アインはみんなに好かれてるんだね。はい、アイン様に恩義を感じているのです。このアドソンも笑顔を見せることあるのかな。目元見せてくれないけど。そう言ってからアドソンは低くため息をついた。今ここにいる者たちを除けばアイン様の誕生日を知っている者はいません。当然ですが、5年前までは毎年高級をあげて華やかに祝われていました。高級はそういう場所なのです。礼砲もテープも祭典も口先だけの祝福も頂点に立っている者にのみ捧げられる。あなたもお頭に何かプレゼントしてみたら？難しいこと言うね。でも絵になるのかな。やっぱり駆け寄ってきたフィオナさんが私の手を掴んだ。まあなかなかね、まあ、男性特にだと思うけど、何が欲しいっていう風に聞かれても、まあ、何でもいいってなっちゃいそうだし、で自分の欲しいものっていうのは自分で買いたいなって思いがちなところ、まあなんか男の小さなこだわりだけどね、自分が欲しいものは自分のこだわりの範疇で買いたいから、買ってもらうものじゃないみたいなところがあってね、まあそういうところもあるから、まあだったら、まあその女性側の得意なものとかを、まあ与えてくれた方が
素直に喜びやすいっていうのはあるかな。なんか変にその彼の趣味なところに入り込んで微妙に違うなんかストライクゾーンから外れたものをあげちゃうよりはそっちの方がいいのかなって気はするけど。料理やケーキだと保存が効かないからお酒を調合してプレゼントするっていうのはどうかしら。誕生祭ではみんなでそれを飲んでパーッと盛大にお祝いするの。やっぱりお酒入ってた方がいいっすよね。この名前知ってフィオナさんはそれ理解してこの会話にしてくれてんのかな。あなたからのプレゼントならお頭もきっと喜んでくれるわよ。そう、好きな人からのプレゼントであればどんなものでもってやつだよね。まとはいえそのこだわりのところに逆に入ってきちゃうと微妙なリアクションになっちゃうから、まあ得意なもので言った方がいいって。私はアドソンを見た。彼はうなずき承諾してくれる。フィオナさんに引っ張られてきた小屋はラット警部に設けられた即席のカウンターバーだった。カウンターの上には何種類ものお酒や調味料、それに果物が並んでいる。オレンジ、レモン、リンゴ、チェリー、色とりどりの果物を見てすぐにいいアイディアを思いついた。酒を片手に。スペインにはサングリアと呼ばれるお酒がある。赤ワインに果物を漬け込んだもので、ワインに溶け込んだ果物の香りや甘みが楽しめるというものだ。サングリアのようなフルーツワインを作って送ったら甘いもの好きのアインはきっと喜んでくれるはず。ワインっていうのもお祝いな感じするしね。早速何種類もの果物の皮を剥いて薄くスライスしていく。それらを砂糖を加えたオレンジの果汁、炭酸水と一緒にワインの中に混ぜて密封し、涼しい場所に寝かせたら完成だ。いや、飲んだ翼ちゃんの酒飲み要素がここで生きてくるとは。冷やして飲んだらきっと美味しい。幸いイエセイ大陸はどこもかしこも寒いから、地面に近い収納スペースなら冷蔵庫代わりになるだろう。瓶に入りきらなかった分はノアやフィオナさん、そしてアドソンにお裾分けした。悪酔いしないようにね。ノアは果物の香りがお酒に溶け込んでいて格別に美味しいと言ってくれた。うわ、ノアさんのお墨付きは嬉しい。フィオナさんも香り高くって甘い味はきっとお頭好みだろうとニコニコ笑ってくれた。フィオナさんもなんか忖度なく、なんか素直に言ってくれそうだからこれ嬉しいね。アドソンでさえ珍しく私に微笑んでいる。アドソン笑うんだ、嬉しい。酒の力って偉大。アドソンは何か感想ないの？アドソンは額に手をやってしばらく真剣に考え込んだ。酔って頭痛くなっちゃった？実は下戸？あなた様のプレゼントならアイン様はきっとお喜びになるでしょう。いや、それはそうなんだけれども、まあでもさっき俺が言ったこと重複しちゃうからもういいか。そして正直に一言。私にとってはジュースですがね。あ、やっぱ酒は強いんだ。まあ強そうに見えるからね。まあギャップがあったら逆に可愛いかなって思ったけど、アドソン。といった感じで、あのアドソンから笑顔を引き出せたところで、今回はここまでかな。これ別荘に戻ってきた描写だよね。ラットケイブから戻り、今日の生誕祭の準備をどうするかを考える。自分の誕生日を祝ってもらえると知ったら、アインは喜んでくれるだろうか。次回は楽しい回になるのかな？そう信じたい。で、つかの間の楽しい回が入る前に忘れずに覚えておきたいのは、皇太子襲撃未遂事件の容疑者が白銀の騎士ではないかという話ね。これはきっとアインの父だからという話だけではなくって、イエセイ大陸全体を揺るがすような事件だったと思うから、後々他のキャラルートをやった時にも見返すポイントになってくるような、そんな予感がするよね。せっかくこうして丁寧に実況しているからには、伏線は見逃さずにプレイできればと思っております。そんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者としてプレイをしていきます。もしよかったら高評価やコメントをしてもらえると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もお待ちしております。